ようこそリョアハウス八丁堀店。どうもゴッホムカイブルーでーす。ゴッホ向井ブルーさんのもっと知りたいコーナーに向かいました。ようこそ。さっきまでもっと日本語上手だったでしょ。何でしょう、急に。いやそんなことないだろう。この辺の八丁堀を紹介したいと思って、うん、やっぱ広島のど真ん中って言ったらね、もうこの辺りでしょ。あまり八丁堀知られてない方を連れてきました。あ、あたす？いや一応広島で18歳まで高校卒業までいたのよ。あ、そうですか。生年月日1990年2月22、はい、そうです。2の2の2。なるほど。僕も平成2年の2月22日なので。すごい、はい、なんかあったんですか？何かあったってなったら産んでもらった日、その日。まあ今日特技があると聞いて。え、これなんだろう。え、プロフィールなんか書いてたっけ俺。はい、引っ張ってみよう。ドン。お、あ、映像編集。本当に僕映像編集本当に趣味の程度なんで。え、こうやって書かせていただいてちょっと、はい、はい、次に行きましょう。ウィッパー。一番最初の一ツイート目に何つぶやこうってなった時に、普通に文章を打って最後に広島出身で広島がもう大好きだから広島っぽいものを何か入れたらいいんじゃないかみたいな、文章の最後にジャケを入れたんで、あのもう今もうやめれなくなっちゃって、はい、だから最後に必ず今もツイートの最後にジャケを入れて。広島東洋カープのマニアックネタはどうやって集めてるの？あー、なるほどね。僕あのカープ芸人っていう一応枠組みでなんかこうお仕事に呼んでもらったりするんで、こういうマニアックネタみたいなのをラジオとかテレビとかでこう紹介させていただいてるんですけど、ネットで拾ってきたやつっていうのが僕嫌で、信憑性が欠けると。わあ。なんでもう選手本人に最近なんか事件ありませんでしたかとか、最近なんか先輩とどっかご飯とか行きましたとかをまず聞くのと、それ以外のところにももうとにかくアンテナを張って、今情報をくれるのがまあ選手はもちろん情報で、コーチ、打撃投手、打撃投手、球団職員、皆さんから最近なんかカープで面白いことないですかとか、さらに向井さんのこともっと知りたい、ふい、芸人になろうと思ったきっかけは？いいですか、もう、結構あの真面目な話ですよ。はい、うん、受けてもらいます。はい、僕はあのもともとお笑いが大好きで、はい、M1 グランプリを毎年こう楽しみにずっと見てたんですよ。 M1 グランプリ、あ、すみません、大丈夫、あ、ちょっと、すみません、いやいや、すみません。なんでマナーモードにしてないの？店長でも撮影中でしょうよ。すみません、ちょっと待ってください。あ、もしもし。結局戻ってくるの？はい、あ、今だ、うん、電話大丈夫です。はい、電話ダメだよ今。その GM ですね。あー、了解。うん、え、店の、え、アンドルと、ちょっと急ですけど、うん、うん、編集映像うまいですよね。例えばの話なんですけど、うん、ここ、まあ、ロケ今ちょうどやってるんですけど、うん、CM デイビッドとアンドルが、まあ、向井さんでも出演してる CM でリョアハウスの映像編集ちょっとお願いできますでしょうか。デイビッド、アンドル、
今から両和ハウス八丁堀店の CM 撮影行くよ。はい、お監督、はい、ありがとうございます。気合が入ってる。はい、おい、じゃあ広島弁講座始めよう。船内標準語ではしんどい、英語では tiring。 もう一回言いましょう。あー、走りすぎて船内は背なくないよ。遅いよ。しっかりサポート、安心の日々送りましょう。